耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N1「晴れる」アリバイを証明する人が現れて容疑者の疑いが晴れたバレるつい口がすべって周りの人に秘密がバレてしまった。 バラす友人の秘密を他の人にばらしてしまったすりかえるスパイ映画で本物と偽物をすり替える場面にハラハラしたばらまく。 財布を落として道にお金をばらまいてしまったまたがる青年はバイクにまたがると大きな音を立てて走り去ったまたぐガードレールをまたいで車道に出る。 貫くピストルのたまがわたしのかたをつらぬいたのぞく不審なおとこがうちのなかをのぞいていたひかえる。 出演者はステージの脇に控えて出番を待った怠る練習を怠るといい結果は出せない逃れる犯人は警察の目を逃れ海外に逃亡したらしい。 逃すもう少しのところで金メダルを逃してしまった赴く救援活動のため軍隊が被災地に赴いた「つぐ」。 私は将来父の会社を継ぐつもりです打ち切る怒った部長は話を途中で打ち切って部屋を出て行った<く>包帯がなかったので布を裂いて傷口を縛った。 相談したいことができたので忙しい課長に時間を割いてもらった割り当てる大会の実行委員はそれぞれに仕事を割り当てられた「見なす」。 人間の最も優れた能力の一つとみなされている。見抜くどんなに表面をつくろっても、彼女にはすぐに本心を見抜かれてしまう。見極める本当に価値のあるものは何か、見極める目を持つことが必要だ。 見逃す。忙しくて映画館に行けず。話題の映画を見逃した。見損なう。昨夜は帰りが遅く。毎週見ているドラマを見損なった。見出す。彼は十歳の時。 有名な画家に才能を見いだされたおだてる課長は部下をおだてて使うのがうまいちやほやするあの若いタレントはちやほやされてすっかりいい気になっている。 けなす。一生懸命描いた絵をけなされて嫌になってしまったひやかす。彼女とデートしていたらばったりあった友達にひやかされたもてなす。お客様をごちそうでもてなす。 帰る責任感のない上司に仕えた部下は苦労する導くコンサート会場の案内係に導かれて席に着いた「背く」。 彼は親の言いつけに背いてギャンブルに手を出した慕う彼女は子供の頃から慕っていた男性とついに結婚した察する彼女の顔色から察すると 提案は通らなかったらしい告げる彼女は長年付き合った恋人に別れを告げた促す何度返事を促しても彼は何も言ってこない 委ねる。調査結果の詳しい分析は専門家に委ねられた訴える。隣人の迷惑行為があまりにひどいので警察に訴えることにした親しむ彼女は親しみやすい人柄だ。 挑む日本記録を樹立した野村選手は来月世界記録に挑む仰<ぐ>夜空を仰ぐと綺麗な月が出ていた拝む。 合格できるよう神社でおんできた葬る古墳は古代の皇族豪族を葬った場所だ思い切る彼は歌手になる夢を思い切り 故郷で音楽の教師になった。クイル。あの人は過去の罪を悔いて、今では人のために尽くしている。憤る。社会の不公平に対し、憤った若者たちがデモを行った。 嘆く子供の死を嘆かない親はいないうぬぼれる彼女は自分が美人だとうぬぼれているもがく海に投げ出されて もがけばもがくほど水に沈んでしまった相次ぐ今年は台風の上陸が相次いで大きな被害が出た出回る2月なのに市場にイチゴが出回り始めた。 トム。世界には富んだ国と貧しい国がある。群がる。地面に落ちたキャンディーに蟻が群がっている。溶け込む。あの新入生は。 もうすっかりクラスに溶け込んだようだ。はみ出る、はみ出す。シャツの裾がズボンからはみ出ている。弾む。このボールはよく弾む。 粘る。この餅はよく粘る。化ける。日本では狐は人間の姿に化けると言われる。絞む。朝顔の花は。 朝早く咲いて昼前にはしぼむ。たるむ。洗濯物を干すロープがたるんでいたので貼り直した。盛る。茶碗にご飯を盛る。 設ける児童福祉課では親の悩みに応えるための相談窓口を設けている催す海外の首脳を招いて宮中で晩餐会が催された閉ざす。 この部屋の扉はもう長いこと閉ざされている埋め立てる海を埋め立てて空港を作る要するダムの建設に要する費用は 約500億円と見込まれているる優先する今は家庭より仕事を優先するという人は少なくなってきた遠ざかる恋人を乗せた飛行機がだんだん遠ざかっていった。 遠ざける歌を歌うときはマイクを遠ざけたり近づけたりすると上手に聞こえる浸る温泉にゆっくり浸って疲れがとれた浸す湯に体を浸す。 滅びる古代文明の多くは滅びてしまった滅ぼすカルタゴはローマ帝国によって滅ぼされた「栄える」。 古代エジプト文明は3000年にわたって栄えた。定まる。来週の役員会で今後の方針が定まるだろう。定める。来週の役員会で 今後の方針を定めような<す>駅前にはタクシーが列をなしていた<う>役職が上がればそれだけ大きな責任を担うことになる。 とどまる英国で内戦が始まったが大使館員はなお現地にとどまっているとどめるバスの運転手は乗客を車内にとどめたまま自分だけ降り道にあった障害物を取り除いたスキル貯金を切り崩して生活していたが ついにお金が尽きてしまった尽くす行方不明になった娘を両親は手を尽くして探した望むそのホテルは海に望んで立っている。 損なタバコの箱には「タバコの吸いすぎは健康を損なう恐れがあるので注意しましょう」と書いてある「漂う」ふと見上げると雲が空を漂っていた「満ちる」水が水槽いっぱいに満ちている。 満たすバケツに水を満たした賄うアルバイトで学費を賄う匹敵する彼はまだ子供だが 大人の選手に匹敵する能力の持ち主だはびこる手入れをしていないので庭に雑草がはびこっている,落ちる円高により A 社は経営不振に陥った。 免れるこれだけ大きな失敗をしたら責任を免れることはできないだろう勝るうちのチームは攻撃力の点では相手チームより勝っている帯びるその花の色は。 青みを帯びた白だった。にぶる最近練習を休んでいたので、腕がにぶった。ありふれるこの漫画はストーリーはありふれているが、絵が素晴らしい。 える冬の夜空に月の光がさえている際立つ成績優秀な学生たちの中でも彼女の頭の良さは際立っていたズバ抜ける田中選手のテクニックは。 チームの中でもずば抜けている。